僕らの人生は愛それ以外に意味はない死ぬまでに本物を知れますようにはいおはようございますチューリップリンセスです昨日はこちらのえっと「生活」っていうサルーキーの曲に合わせて MV を2つ作成しましたそして私の アカペラ歌唱もしました。<laughs> 聞いていただけましたでしょうか、ね、私の好きなところを歌いました、ね。死ぬまでに本物を知れますようにってところが好きです。<laughs> 死ぬまでに本物を知れますようにってね、いうところがね、なんかね、ぐっときて好きです。ね、<laughs> 死ぬまでにね、知れるといいですよね。 <laughs> では、えー、今日の美食女ご飯参りましょう。はい、えっ、ー、と、こちらはね、えっと、鮭かな。あの、鮭の切り身を第一宅配で買いまして、こちらにね、あの、なんかね、モッツレラチーズの、あの、ちょっと分厚めのスライスチーズがあるんですね。4枚ぐらいしか入ってないんですけれども、なんかそういうモッツレラ、モッツァレラチーズのスライスチーズを、 あの半分に折ってのせましたチーズ焼きです鮭のチーズ焼きなんかね鮭とチーズのコラボが食べたくってこれにねあの海のせいの旨しぼり醤油をかけてね美味しそうだねチーズ醤油 <laughs> にして食べようかなって思います、えー、なんかねモッツァレラチーズ だと私結構大丈夫ななんんですねなんかチーズもねなんだかんだで油じゃないですかなので結構ね油だし味も濃かったりすると結構アトピーに差し触ったりするんですねでもいろんなチーズあると思うんですけどもあのゴーダとかチェダーとかいろいろあるけどもなんかねモッツァレラチーズが一番なんか癖がなくて淡白でアトピーにも触らない感じがしますなののでモッツァレラチーズの あのスライスチーズがあの、ね、大地だったりねオイシックスだったりどっちでも売ってるかもしれないんですけどもあるんですねそういうのがなのでそれを時々買っています、まあ、味はねあんまり薄いんですけどねあのモ,ッツァモッツァレラって淡クなのでねまあでもそれはそれでねお醤油を足したりだとかね味をつけたりして食べればいいからうんいいですね はいではこちらはらっきょうですねこちらも第一宅配のらっきょうらっきょうが待ってたのでで王子あ,あんまり王子ってなんからっきょうがそんなに <laughs> 好きじゃないんですねあの私と母は普通に好きなんですけれども母好きですねらっきょう母とね王子はね好きなものがすごいかぶるんですけれどもなんからっきょうに関してはちょっと違うかもしれないですね でも、ね、らっきょうも酢漬けなのでねすごい体にいいのでなんか食べすぎたらいけないみたいなんですけどもこれぐらいだったらねいいかなと思ってもう食べきっちゃうと思いますこう酸っぱいものでねあのなんか体をこうねなんていうか浄化しようと思いますでこちらはあこれももう最後の方ですねほとんどあの、小松菜とわかめとオクラかなもうお味噌汁やさかのお味噌でねもう最後らへんなので もうこれもね飲んじゃおうかなと思います。で、こちらがえっときゅうりが1本余っていたので、きゅうりを切りまして、あのごまをまぶしまして、黒ごまですね。黒ごまポン酢和えです。ポン酢と黒ごまで和えただけのきゅうりのですね。いいよね。でも、もうこういうのもね。さっぱりして口当たりが良くてね。まあ、黒ごまなのでね。ちょっと見た目がこんな感じだけどね。黒ごまの方がやっぱり色々効果が高いので、あの黒ごまにしています。 はい、こちらはね、のりたまふりかこれね、おうちが昨日なんか、のりたま食べていいとか言って、<laughs> 食べてて美味しそうだったから、私が買ってたんですけれどもね、あの普通ののりたまもね、全然味的には美味しいと思うんですけどもね、やっぱちょっとね、添加物とかが気になるので、こののりたまも無添加ののりたまを買っています。これもね、おいしくしか大地かね、どっちかがどっちまでか、結構商品がかぶったりもしてるんですよね。で、いつも 本当どっちだったか本当分かんなくなって申し訳ないんですけれどもどっちかで売ってるんですねこののり玉ふりかけっていうのがなのでねこれをちょっとね普通のね丸見屋のとかと比べたら味が淡白っていうか薄いと思うんですけれどもまあ内容的にはね比較的安心かなっていうふうに思いますでこちらがえっとまあいつものねもう今日もご飯炊けませんでしたねなんかご飯が炊けてないのでもういつも横着をして 本当はご飯炊きたてのが食べたいんだけれども、こちらのキ金目マヨチンしました。こんなラインナップでね。あのいただこうかなと思います。で、ね、鮭は本当にね。美容効果が高いし、あのお魚は体にいいのでね。アトピーにもいいので、今日はお魚もあるし。まあ野菜はそんなにたくさんないけど、まあまあ本当はね。蒸し野菜作りたかったんだけど、もうめんどくさくなってね。やめました。